皆さんこんにちは、すずです。前回ちょっと1週間空いてしまったんですけど、サボってしまって、はい、本ちゃんの動画を作るのに必死になってしまってサボっちゃったんですけど、1週間秋のラジオでございます。先週週末に私ユニーバーに久々に行ってきたんですよ。半年ぐらい行かなくて、私年パスで行ってるんですけど、いつも行けない期間あるじゃないですか。除外日が続いて、冬とか結構特にクリスマスシーズンとか除外日あったりで、真冬は寒いから2月とかは行かなくて、なんだかんだ半年、なんか私めっちゃユニバ行ってるイメージなんですけど、多分Vlog とかに登場するんで結構ユニバ行ってるイメージなんですけど、半年ぶりぐらい行かなかったんですよね、ユニバで。なんか久しぶりに行こうっていうことで、更新日だったんですよ、ユニバの。1年経って、もう早いことにて、で息子も前まで3歳だったんで無料だったんですけど、もう息子が4歳になってから全然行ってなくて、でもう4歳になったんで、ユニバってお金かかるじゃないですか、子供料金、小学生とかと一緒ので、もう息子のも年パス作ろうっていうことで先週行ってきたんですよ。自分たちの更新して、んで息子の年パス作ろうっつって行って、でいつもユニバって結構なんやろ、まあ私大阪に住んでるんで、そんなに気合い入れていかないんですね。もういつもだいたい8時ぐらいに起きて、今日どこ行こう、行くとこないな、まあこれがお決まりなんですよね、毎週どこ行こう、めんどくさいなみたいな。で年パス持ってたら、まあそんなお金かからないじゃないですか。ユニバの駐車場と、まあ、ポップコーンで、お昼はユニバーサルシティとかで食べれるし、いつもなんか昼に行ったら昼ご飯あっちで食べるの嫌じゃないですか、無駄にお金かかるから。なのでもう昼は朝のような、昼のようなご飯を家で食べてとか、あっちでなんかユニバーサルシティで若干食べてからユニバに行ったら、ユニバでご飯、お昼ご飯をいちいち食べる必要がないので、そういうプランでいつも行ってたんですね。ダラ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 、だから昼ぐらいに到着か昼前到着だったんですよ。そっから駐車場とか探したりで、ユニバーサルシティでなんかご飯とか食べたりダラダラしてたら、まあ、毎回着くのが1時ぐらいとか、そうだからいつもめちゃめちゃ混んでたんですよ。コロナ時ぐらいは全然別に混んでなかったんで、それで行けてたんですけど、もうここ最近インバウンドの海外の人とかも来て、でなんか結構混み合ってたんで、もう行ったら全部、まあ、60分70分待ちで、結構なんか行くとこも、もうスヌーピーの遊ぶとことか、エルモの遊び場とかも並ばなくていいとこにずっと行ったんですけど、今回はなんか息子がだんだん4歳になってマリオとかを知ってきたんで、で102センチから結構乗れるじゃないですか。前は一旦96センチやったっけ、92センチやったっけが多分ああいうキッズのそこら辺の乗り物乗れるのがなって、で98センチだったっけ、違うな、スヌーピーとかそちら辺を乗れるようになって、で102センチになったらまたミニオンのハチャメチャライドだったっけ、バックトゥーザフューチャーの後を乗れるじゃないですか。でそれに行きたいと思って、息子をそろそろああいう乗り物に乗せたいと思って、で息子102センチあったんで行けると思って、でそれ絶対混むからと思って張り切って行こうと思って、でマリオのところもいつも行く時間、お昼過ぎにはいつも整理券とか入場制限の入場券はもう配り終わって、だいたい午前で、で抽選になって、その抽選で取れた試しがないんで、でいつもマリオ入れませんってなってたんですけど、気合い入れていこうと思って8時オープンだったんですよ。てか早と思ったんですけど、なんかユニバって9時オープンのイメージだったんですけど、先週8時オープンで、でもオープンの時には降りたいと思ったんですよ。ネット情報なんですけど、ユニバは8時オープンやったらだいたい30分前に開くらしいんです。で8時やったら7時半には空いてるみたいなをネット情報で見てたんで、7時半に家で着こうと思ったんですけど、結構張り切って5時半とかに起きたんですね。そんなユニバ気合い入れていくこと今までなかったんですけど、もう前日から絶対マリオ入りたいから、マリオの入場券っていうんですかね、制限、マリオのエリアが制限し始めるのが8時ぐらい、7時半から8時までは多分もうフリーで入れるんですよ、別に何もなくても。でそっからみんな課金とか、多分海外の人とか遠方から来た人は課金して入場できるっていうのか、それともめっちゃみんな早く行って入場整理券か、午前でもう全部なくなるらしいんですけど、だいたい多分11時データ載ってるじゃないですか、混雑予想ユニバーみたいな。でそれ見たら多分11時ぐらいまでにはもう全部整理券なくなっちゃうんで、それをゲットしたいのと、でミニオンのやつ
もう10分か15分ぐらい待ちで乗りたいなと思ってたんですよ。で、あと上手乗れたらいいかなみたいな感じで気合い入れていったんですね、5時半起きで。しかも前日も張り切りすぎて寝れなくて 全然3時間ぐらいの睡眠時間で行ったんですけど、で息子も結構マリオのとこ行けると思って、なんかそういう時って子供って張り切って起きるじゃないですか。で、なんかもう全然起きて、まあ息子はなんかもうギリギリに起こして自分用意して、自分たち用意して、でめっちゃ優秀で6時半にはもう用意終わってたんですよ。前日めっちゃ張り切ってたんで、もうスーパーでパンちゃんと買ってたんですよ。車で食べようと思って、息子のと自分たちのパンも買ってて、もうあっち着いたらご飯食べなくて、そのままちゃんとアトラクションに並べるっていう感じの流れを作って、でユニバに多分7時半に着いたんかな。ゲートでも8時前ぐらいかな。みんなあれなんかな、どこ止めんかな、ユニバ駐車場。私たちは大体もうどこもいっぱいになって、でユニバの専用駐車場って1日3000円する割にはめっちゃ遠いんですよ。めっちゃ意外と歩くんですよ。なんかユニバからめっちゃ近くと見せかけて、止めてからめちゃめちゃ歩くんです。1駅ぐらい歩くんで、それやったらユニバから1駅過ぎたところに止めた方が安いし、まあ、同じぐらいの距離歩くし、とそっちでいいかと思って、だいたいそういう感じで止めるんですね。でユニバーサルシティウォークの駐車場かホテル近鉄の駐車場が空いてたらラッキーみたいな。今なんかそこ土日やったら3000円かな、1日24時間止めて3000円って書いてて、まあ、でもいつも到着する昼ぐらいには絶対埋まってるんです。マシャマシャってなって、でもユニバの駐車場を止めるか、1個隣の駅の駐車場に止めることが多いんですけど、もう朝早かったから、その先週はまさかのユニバーサルシティウォークの駐車場が空いてて、そこが一番近いんですよ、ユニバに。多分それ以外ないと思う。ホテル近鉄かユニバーサルシティウォークの駐車場でが一番マジでユニバに近い。もう出たら駐車場降りて上がったら、そこはユニバーサルシティのとこ、ゴリラとかおるユニバーサルシティウォークなんで、でそこが空いてて、久々にここ止めると思って、でそこ止めて、で8時前にはもうゲートのとこにおって、マリオの入場の券かアプリからできるらしくて、ユニバの。私やったことなくて、ずーっと見てて、待ち時間のところなんか一応書いてるんですよ、まだフリーで入りますみたいな、まだ制限なしで入りますみたいな。並んでる8時前の時はフリー制限なしってなってたんですけど、だん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 ゲートに近づくにつれて、あ、整理券になりますみたいななって、でも入場してからじゃないと確か取れないんですよ、券発券できないみたいな。なって、そわそわしながら、まあ、全然なくならないんですけど、なんかしかも雨やったから、その日結構日曜の割には空いてて、でゲートインして、で取れたんですよ。で私ミスったのが、選べて何時かみたいな、多分8時から9時、9時から何時とか選べて、で私なんかミニオンとかジョーズとか行ってから行こうってなぜか血迷って焦ってたから、10時ぐらいのマリオの入場を発見したんですね。普通にミニオンとか10分15分ぐらい、めっちゃ朝一やったし全然少なかったから乗れて、であんな5分ぐらいじゃないですか、乗ってる時間。じゃあ全然もう8時ぐらいだったんで、そうやって8時ぐらいのやつ発見しとけばよかったと思って、マリオもだんだん混んでくるじゃないですか、課金チームと入場制限の整理券持ってる人でだんだん増えてきて、ヨッシー乗りたくて、クッパは乗れなかったんですよ。マリオカートは多分105センチ、4センチ、104センチぐらいいるんで、ヨッシーのやつ喜ぶかなと思って、であれ大体いつも1時間超えなんで、早く行ってそれ乗ったったらよかったと思ったんですけど、まあまあちょっとミスったと思って、10時になったら絶対めちゃめちゃ混んでるやんと思って、まあ案の定10時にインしたら60分かそんぐらい待ちだったんで、早行ったらよかったと思って、朝やったら30分待ちとかでヨッシー乗れたんで、ミニオン乗り終わっても8時半前ぐらいだったんで、マリオ行きたと思って、でも10時からしか入れないしと思ってジョーズ行ったんですよ。でジョーズもまあ言うて30分ぐらい、ジョーズ意外と人気あって、で30分並んで、で9時ぐらいかな、9時にもなってたんかな。朝はマジでユニバ比較的空いてるなと思って、で10時ぐらいにマリオに入って、もう久々にマリオ入れたと思って、腕に巻くやつあるじゃないですか、今日は絶対買うと思って。って決めてたんで、で買って、マリオの息子欲しいじゃないですか、あんなんつけてたら。もう前まではね、あんま分かんなかったと思うんですけど、今はもう4歳っていうがっちりキッズなんで、バンドでめっちゃゲームができるらしくて、全然知らなくて、美容室の人にあれめっちゃ面白いみたいな
こと、あれのためにユニバ行ってるっていうのを教えてもらって、ほな息子喜ぶかもと思って、んで気合い入れて行って買ったんですね。で、何個かゲームがあって、ミニゲームって聞いてたんですけど、しっかりなんか、なんやろ、ちゃんとなんか屋内に入っていって、3人かな、一緒に並んでる順で、息子だけバンド買ったんで、私たちはもう見守るみたいな感じで、で、他のお兄さんお姉さんやったりとか、横、後ろ前並んでる人と一緒になって、ゲームするって感じだったんですけど、コインもらえたり、アイテムもらえたりして、で、それをユニバのアプリで見れるみたいな。でも息子はめっちゃ喜んでて、もう息子の手柄じゃなくて、前後の大人の人の本気の手柄なんですけど、それでアイテムとかゲットできて、で、それを携帯に見してみたいな、今何ゲットできたみたいなとか、ほぼ周りの大人の人とスタッフの、ユニバのスタッフの人に助けてもらいながらやるって感じだったんですけど、まあまあかなり楽しんでて、で、なんか前まではすごいなんか多分大阪の人か近畿の関西の人やろうなっていうお客さんが多かったんですけど、なんかウォーターワールドとかのもう歓声が面白すぎて、なんかみんな初めてのリアクションと か遠方の方とインバウンドの方ですんごいリアクションいいんですね。もう初めて見ましたみたいな、それを見るのがすごい面白くて、そうすんごいリアクションを取ってくれるんですよ。なんかウォーターワールドも前見てたウォーターワールドと違って、なんかすごい盛り上がってて、なんかさらに楽しくなってるっていう感じで、ユニバ行って万歩計見たら1万2000歩歩いてて、ユニバ行ったらやっぱめっちゃ歩くなと思って、あとネットフィリックスで今めっちゃハマってるドラマ紹介していいですか。先週末から見てるんですけど、ブラザーズさんっていうやつが、ダダがこれ面白いらしいでみたいな、評価いいでって言ってで見始めたんですけど、めっちゃ面白くてめっちゃハマってて、もう昨日2時ぐらいまで見ちゃって、であと2話なんですけど、全部で8話ある、8話かな、で今7話目始まりましたで昨日寝ちゃったんですけど、もうめっちゃ面白くて、なんか舞台はロサンゼルスと台湾なんですけど、台湾のなんかマフィアの話なんですけど、なんか結構まあ残虐というか、まあ痛快系っていうんですか、こういうの結構グロいまではいかんけど、マジで戦うシーンが多すぎて、アクションなんで、でもなんかめっちゃコメディ要素もめっちゃあって、 BGM めっちゃいいんですよ。 BGM っていうか、あの音楽もうとりあえずかっこいい、なんかもう音楽もかっこよくて、で映像もザなんかネットフリックスドラマやなって感じの作りで、撮り方もかっこいいし音楽もかっこいいし、でめっちゃ アクションでスッキリするし、あのキッズは見ない方がいいと思います。多分16歳かな、年齢制限書いてたんで、言葉遣い暴力シーンみたいな大人のドラマって感じなんですけど、めっちゃおすすめです。もうずっと見てる、なんかだんだん見てたら面白くなってきて、まあ、あと2話しかないんですけど、しかもなんかこれなんか打ち切りになった、撮影なんていうんやろ、打ち切りになったらしくて、もう多分シーズン1で終わりなんですけど、めっちゃおすすめ、見てほしい、寝不足注意です。しっかり多分1時間ぐらいあるんかな、1話でもめっちゃ面白い、なんか映画見てるみたいな映像です。クオリティ高、台湾のマフィア、ギャングっていうかな、マフィアの家族の話なんですけど面白い。でもう一個が日本のやつで、アンチヒーロー、今多分 TBS ドラマで、今多分日曜日の夜やってるんですけど、 Netflix にもあって、これは多分全10話って書いてて、でまだ全部出てきてないじゃないですか、もうオンタイムでやってるんで、今5話ぐらいかな、4話か5話ぐらいで、まあ、これはちょっと待ってるって感じですね。面白い、でもこれもすごいおすすめです。なんかもうドラマ見すぎて寝不足すぎて、でもなんか寝不足プラス最近なんか夜めっちゃ思うのが、みんな窓開けて寝るんかなと思って、ここ最近一番疑問なんですけど、なんか窓って一戸建てっていうのもあるし、でもマンションの時からなんか10何階とかでもなんかそわそわして寝れなくて、でもこの季節クーラーかけるのも微妙やし、多分外 の風が一番気持ちよくて寝やすいんやろうなと思いながら、でもなんか誰か入ってくるって思ってるから、それでそわそわして寝れないんですけど、みんなどうしてんやろ。なんか田舎の人は窓開けて寝るんかな。もう絶対田舎とか都会とか関係なくて、物騒すぎて開けれないじゃないですか。でもなんか夜風がいっちゃ気持ちいいじゃないですか。でも無理やと思いながら、でいつも迷って一瞬開けるんですよ。うわ最高やんって思いながら、でもなんか誰か入ってきそうやからもう閉めて、クーラーかけるほどもう暑くないんですよ。別に寒い日とちょっと暑い日あるじゃないですか。今ちょっと暑い日寝苦しくてなんか閉め切ってたら、
で結局クーラーの送風とかかけたりしてるんですけど、そんな感じでめっちゃ眠り浅くて最近で、やっぱ睡眠一番肌にくるなと思ってめっちゃ荒れたんですよ、まあ、食生活も若干マクドとか食べたりとかお菓子とか食べてたのもあるんですけど、でもやっぱ睡眠不足がいっちゃん肌荒れると思って、なんかニキビとかそんなここ最近できなかったんですけど、その寝不足が続いてブワーってできて、うわやっぱ寝不足睡眠が一番ダメージ強いなと思いながら、そんな感じでございます。皆さんはどうしてますか、寝るときググったんですよ、夜中に暑くて、うわどうしよう窓開けて寝たいと思ったんですけど、でも絶対危なすぎるやろうと思って、なんかいろんな記事見てたらね、上から入ってくるらしいですよ、なんか隣の建物伝って入ってくるとか、登るとかじゃなくて上から窓に来るらしいです。めっちゃ怖いですよね。多分みんな、いやこんなとこ入ってけんやろみたいな、もう十何回やから入ってけんやろと思ったら入ってくるらしいですよ。だから皆さんも気をつけてください。窓開けて寝たいところをこらえて、扇風機かな一番今いいの。みんなどうやって寝てるんやろ、ぜひぜひ聞かせてください。この微妙な季節、もうなんかね6月とかなってきたらだんだん蒸し暑いから、もうクーラーかけようかなみたいな感じになるんですけど、5月クーラーちょっと早いなと思いながら、そんな感じでちょっと自分の話長くなっちゃったんですけど、いただいたお悩み乗っていきたいと思います。今回もストレス発散方法を教えてください。ストレスはなんかここ最近の話なんですけど、また筋トレ全然してなかったんですけど、2日前ぐらいから3日前かな、筋トレしようってなんかちょっとやばいなとも思ってきたし、腰周りの肉とかやばいなと思って、でランカウイの自分の体も見てなんか後ろ姿やばいなと思ってたんで腰周りの肉やばいなと思ってたんで、ちょっと冬やったしだんだんなんか肉ついてきてやばいなと思ってたし、一番なんかその肉がやばいのもあるんですけど、メンタルめっちゃいいなと思ってこの3日間やって、朝晩やってるんですけど、朝だいたい10分の筋トレ動画を2本やって20分ぐらいやるんですけど、朝晩ここ3日間の話なんですけど、でなんかすごいメンタルがなんか良くて、なんて言ったらいいんやろ、なんかでも筋トレってメンタルにいいっていうじゃないですか。なんかそれ目的で今結構やってるんですけど、結構ストレス発散なのかもと思いました。最初は腰重いんですけど、なんか、なんかめんどくさいなとも思うんですけど、なんかだんだんやってるうちにルーティーンになるというか、や、まあ、まだ3日なんですけど、なんかルーティーンになるというか、やらな、じゃやろう、やりたいってなってくるくて、おすすめです。ストレス発散というかメンタルにめっちゃいい、なんかすっきりして、前もでもそれ感じて、一時なんか筋トレハマる時期があるんですね、私一旦なんかだいたいこの時期ぐらい服がちょっとだんだん薄くなっていく時期になんか筋トレハマりだすんですけど、で冬は絶対筋トレしないんですけど、でその時にやっぱ爽快というか、うわ気持ちいいみたいな、で汗かいたままお風呂に入るのがもうすごいなんかご褒美タイムというかになってきて、なんかストレス発散になるんでめっちゃおすすめです。やっぱ筋トレストレスにいっちゃいいと思いました。なんかいつも掃除とかストレス発散になるし、もう断捨離もストレス発散になるんですけど、筋トレいいかも、今の季節めっちゃ筋トレいいと思います。でなんか肉も落ちていくし、なんか一石二鳥みたいな感じで、一回やりだすとなんかもうやりたいみたいな、筋トレやりたいみたいななってくるので、ぜひぜひおすすめです。めっちゃストレス発散になります。毎日の献立にいつも悩みまくり、今日この頃です。献立どうやって決めてますか。献立とかあんま決めたことないんですけど、なんか冷蔵庫にもう何やろ残ってるもん早くなんか処理しない、なんかやばいなと思いながら、あこれとこれみたいな感じで傷む前に処理しようって思って決めてます。はい、昨日おとといとかぶってなかったらまあいいかなみたいな感じで、献立はマジで決めたことないです。早く処理しないでいつも作ってます。はい、新生活で初めて一人暮らしします。すずさんのあってよかったもの。もうこれ新生活って書いて、これ2月に募集したんで、あのお悩みかなり経ってしまってるんですけど、私はテレビですね絶対。なんか今の子テレビ見ないってよく聞くんですけど、テレビあったらなんか別に一人ってやっぱ寂しくなるんで、テレビあったらマジで一人じゃない気分がして、絶対もう必須ですね。今も必須かも。今も私もテレビ見ないけどなんかかけときたいみたいな感じですね。別にテレビちょいちょいっていうかじーっと見てることはそんなないんですけど、なんかテレビつけてたら誰かとおる気分になるんで、はい、結構寂しがり屋かもしれません。なので一人暮らしって何って寂しくなるんですよ。なのでテレビが必須です。
見なくてもテレビ必須って感じですね。なんか人とおる感じがしときたいみたいな。今の人みんな買えへんのかな、テレビ。なんか家にテレビないっていう人結構いますよね。私は多分何歳になってもテレビ必須って感じですね。見なくてもつけときたい。すずさんたちよりだいぶ年上ですが、いつも楽しみに拝見させてもらってます。ありがとうございます。夫婦の会話がないです。夫婦の会話ないってよく聞きますよね。確かになんか減るっちゃ減るかもしれないかな。何喋ってるんやろ。でもなんか私結構おしゃべりクソ野郎なんで、かなり私が喋るんですけど、でも結構ダダもおしゃべりな方やと思うんですよ。無口ではないんで、結構どちらかといえばどっちのタイプもおしゃべり野郎なんで、会話がなくなるってことはなくて、どうしたらいいの。でもだんだん確かにスッと暮らしてたら減ってきますよね。だんだんなんか空気みたいなのもいいかなって感じじゃないですか。なんか友達とか、 なんか旦那さんでもずっと喋ってるのはしんどいじゃないですか。この夫婦でなんか会話少ないよなで嫌になってなかったら全然いいかなと思うんですけど、このなんか無の時間もええかなっていう。携帯どっちもいじってもう無みたいなが心地いい時もあるし、何喋ってるんやろ。でもなんか結構なんか最近の話題とか、最近なんかテレビこれ見たとか、これ流行ってるらしいでとかの話やったり、今週末どうするみたいな。今週末どうするが結構多いかも。なんかもう息子をどう疲れさすかみたいな感じ。だんだんなくなっていくんかな。もし会話いっぱいしたいみたいなんだったら、あ、予定しては結構いいかも。なんかちょっとライフスタイルがわからないんですけど、この曜日これしようと思うとか、週末これしようと思うんやけどどうみたいなとか、これ買いに行きたいんやけどとか、最近これハマってるねみたいなとか、どうでしょうか。最近こう思うとか、自分のメンタルの話とか、なんかこう感じてんねん最近とか、こういう調子とか話すかも。今こういう調子とか、こういうメンタル、こういう状況とか、これしようと思うとか、結構あの人によってはうざいかもしれないんですけど、結構自分の話多いですね。まあでも相手の聞くのも別に嫌いじゃないんで、全然喋ってって感じなんですけど、はい。なのでもし会話増やしたいとかなら、もう自分の話しまくるとかはどうでしょうか。あの返事は別に特にどうでもいいみたいな、あのうなずきさえしてくれたらいいみたいな、なんかそれになんか自分の話に対して別になんかこう気の利いた返しは特に求めてないみたいな、聞いてみたいな、自分の話を聞いてみたいなのはいかがでしょうか。次が、連絡を取らない選択肢がないのですが、負の感情ばかりの人との連絡がしんどいです。え、これ続きかな。なんか連絡を取らない選択肢がないのですが、え、続きやったらごめんなさい。何かのこれ、負の感情ばかりの人との連絡がしんどいです。もう無視でいいんじゃないでしょうか。負の感情の人ってあれかな、前回言ってたなんか嫌なことばっかり言うみたいな感じの人かな、負の感情ばかりの人っていうのは。でもなんかこれなんかちょっとついでなんですけど、なんか最近私 LINE をめっちゃ返すのがめんどくさがりで、なんか年々苦手というか、なんか年々めんどくさくなくないですか。なんて言ってんの。年々めんどくさくないですか。 LINE マジで嫌いかも。なんやろ、 LINE めっちゃめんどくさいなと思って、私マジで LINE 開かないんですよね。なんかもう3日に1回ぐらい開くかもって感じで、前もどっかで言ったんですけど、 LINE 見なさすぎて怒られるんですけど、あのダダに。でなんかあんま久しぶりの人とかの友達の LINE も見て満足。そう、なんか LINE がめんどくさいみたいな。久しぶりの友達とかから連絡来たらなんて返そうか迷うんですよね。じゃあどうやって連絡取るねお前とって感じなんですけど、なんか最近マジで LINE 無理かもって感じ。あ、友達やったら逆に電話の方がいいかもって感じですね。電話来たら、なんか悩みでもあったんみたいなとかになって、そのまま電話して久しぶりやなみたいな話がしたいんですけど、なんか LINE でなんか来ると、あ、また後でいいやってなってて、だんだん日過ぎてって、いつ返そうってなって、で結局返さんみたいなパターンが最近あるんですけど、全然話それでて申し訳ないです。このでも負の感情ばかりの人と連絡がしんどいはもう無視で、はい。しかも LINE かな、電話やったらもうちょっと受けずに、なんかでも連絡やったら取らんかったら取らんかったで生きるじゃないですか。ちょっともうしんどい、連絡取りたくないなとかもうある時は結構もう取らなくていいのかなと思います。はい、結構無視か、無視って言ったらあれなんですけど、まあまたいつか機会があればみたいな、結構最近機会があればあまり多いんですけど、今じゃないかなみたいな時もあるじゃないですか。仲良くても、なんやろ、
仲が良かったとか仲いい友達でも今じゃないかな連絡のタイミングみたいなあるじゃないですか。嫌ならもう無視でいいと思います。もう自分のタイミングで生きていきましょう。はい、なんかお互いのタイミングが合わなかったら、まあ、それはそれでって感じで、連絡って別に強制じゃないんで、はい、なので自分が返したい時とかで、別に相手がそれで返ってくる、なんか自分が連絡して相手が返ってけへんかったら、あ、相手のタイミングじゃないんやみたいなとか、そういう感じでどうでしょうか。でも自分も取りたくない時はもう取らないみたいな、 もっとなんかもう連絡に対して自分本位になりましょう。別に仕事以外は、はい、そんな感じでどうでしょうか。春から看護学校に行きます。長年勤めた会社を退職するので、選択に間違いがなかったのか多少不安になる時があります。前向きに考えてはいますが、前向きになるにはどうしていますか。すいません、これ2月に募集したんで、もう看護学校に通われてると思うんですけど、前向きになるには、でも確かに長年勤めた会社を退職するって結構決断するというか、なんか大きいことをとか辞めたりするときって、これで良かったんかなみたいな迷うときありますよね。なんか私も何回か人生であったというか、そういうときタイミングあると思うんですけど、不安になるのは絶対あると思うんですよ。なんか別になんかそういう大きい決断っていうか大きい分かれ道じゃなくても、あ、自分これで合ってるかなみたいなとか、多分人間生きててなると思うんですよね。不安というか、このままでいいかなとか、なんやこれで良かったんかなみたいな。でも多分そうやって考えても多分そんなにしょうがないというか、で大きい長い人生で見た時、なんかその今そうやってなんやろ不安になるかもしれないんですけど、長い目で見た時なんか多分一部なんですよね。結構なんか、あ、不安にもなるんですけど、別に合ってるとか間違ってるとかじゃなくても、なんかこうそんなに違和感とかなかったり、うわ自分も猛烈にしんどいとか、もうなんか精神的にやばいとかではなかったら、意外と結構いい方向に向かってるって思ってるんですよ。なんか自分で一回決めたことってまあ揺らぐ、なんかブレる時もあるけど、意外と時経ってみれば10年とかの単位で振り返ったら、あの時あれでよかったみたいな、5年かな、10年は言い過ぎた、5年ぐらい経った時に、あれはあの選択肢でよかったなっていうことの方が絶対多いと思うんですよ。すごい後悔ってなんかまあも自分のその時の感情にもよると思うんですけど、後悔ってそこまでなくないですか。なんか後悔、なんかそれってなんかあっち選んだよかったとか言うけど、そうやったらなんかこうこっちの選んだ道でよくやっていこうみたいな、なんか感じで生きてたらそんな後悔ってないと思うんですよね。なんか人間って結構なんやろ前向いて進もうっていうなんか生き物やと思うんで、なんかこうあの時こうしたらよかったっていうか、まあもっとこれできたかもとか、もっと頑張れたかもと思うことやったらあるんですけど、こっちにしたらよかった、こっちにしたらよかったじゃなくて、もうなんか自分が選んだ道で、じゃあここの選んだ道でどうやったらより良くなるやろうとか、なんか前の自分より良くなっていきたいとか、レベル上げていこうとか思って生きてたら、多分そんな後悔は絶対、不安にはなるけど間違ってたって思うことは絶対ないと思うんで、はい、大丈夫ですよ、合ってますよ。それでもう自分がその時に何やろ、まあ、本能というか、あ、今こっちに行こうって思ったらそれでマジで合ってるんですよ絶対。後から見て5年10年経ってから、あの時全然間違ってなかったって多分絶対思えるんで、あとはなんかもうなんとかなるさで、後悔ってしても一番意味ないと思うし、私結構過去嫌いなタイプというか、過去に過去こうしとけばよかったって思うのが嫌なタイプなんですよね。なんかこうあの時こうしとけばっていうよりも、それやったら今どうやったら後悔せえへんかなみたいなとか、まあ、後悔することってそんな多分ないと思うんですけど、これを選んで間違ってなかったって思えるようにするのは今どうしたらいいやろみたいな思ってたら、多分全然よりよく生きていけると思います。まあ、不安にはね絶対なると思うんですよ人間生きてて、なんか大丈夫かなみたいな、こっちしかも決断するときって一番なると思うんですけど、まあでも多分選んだ方に間違ってたとか間違ってないとかはないんで、そっから自分がどうレベルアップしていこうと思ってたらマジで良くなっていくんで大丈夫です。まあ、看護学校って多分なんかしんどい時もあると思うんで、しんどい時に、これ良かったがなんでこんな選んだやろとか思うかもしれないんですけど、もうその時を必死に生きてたら大丈夫だと思います。なんかこう過去とか未来とかにあんまり考えてとらわれすぎたら動けなくなるんで、もうその時をもう必死に生きるみたいな感じで、その勉強とか実習生の時とかな、辛いこととかあると思うんですけど、そういうのって今考えてもしょうがないんで、もうその時の自分に任せちゃうみたいな、
考え方はどうでしょうか。自分は結構そういう考えというか、あんまり先のこと考えすぎても不安でなんか心配になるんで、今を全力で生きるみたいなになってたら、多分後からうわあの時めっちゃ不安とか心配とかあったけど、まあなんとかなるなみたいな思えると思うんで、今を一生懸命に生きたら間違ってないって思えるので、はい、頑張りましょう。なりますよね、不安に。まあそういう時はなんか別に不安すぎる自分に支配されないみたいな、一旦置いて、まあ今なんとかなってるしみたいな、なんかあんまり過去未来考えすぎても、いや今なんとかなってるから大丈夫みたいな。でも本当になんか根拠のない大丈夫、自分大丈夫大丈夫っていうのはなんか結構支えになるというか、あの前向きになる、本当なんか分からへんけどなんか前向きになるっていうのもあるんで、おすすめです。不安になる時に、あ大丈夫、自分大丈夫、これで大丈夫みたいな、間違ってない、自分大丈夫っていうのは大丈夫です。でほんまに心がしんどい時とかは立ち止まって、一旦自分になんかしんどくないみたいな、自分に問いかけてあげるのも大事やけど、多分自分がそこまでなんか追い込まれてしんどくない時っていうか、心が病んでない時とかは別にもう大丈夫、これで合ってるよみたいな、逆に合ってるよって自分に言ってあげる方が頑張ろうと思えるし、そうそうそう、今頑張れることを頑張ろうっていう感じで、はい、やってると多分だんだん不安消えていくので大丈夫です。毎日頑張ってたら多分その分何か返ってくるし、自分にで、それが重なってったら多分不安とか消えていくので大丈夫です。頑張ってください、頑張りましょう。はい、で39歳でようやく結婚願望ができました。彼氏を作るにはどうしたらいいと思いますか。今どうやってするんやろ。なんか自分の時代っていうか、何年前や、10年前ぐらいの時とかはもう出会いって感じだったんですけども、紹介なんですけど、今ってもう絶対マッチングアプリじゃないですか。みんな聞くのは、よく聞くのが、結構いろんなラジオ聞いててもマッチングアプリっていうのがめっちゃワード聞くんで、多分今はもうマッチングアプリだと思います。なんか友達とかやっぱ結婚願望あるとか、やっぱマッチングアプリでもうめっちゃ数こなしたって聞きました。結構マッチングアプリが今多いかもって感じですね。どうでしょうか、マッチングアプリ。あとはなんか多分恋愛したいモードとか結婚したいモードのオーラが出てたら多分寄ってくると思うんですよ。引き寄せじゃないけど、なんか多分そうやって自分もそういう場に行くし、そういうオーラをまとうんで、はい、疲れるのは疲れると思うんですけど、でもなんか大体こういやって思った頃に諦めたと同時になんかいい人見つかったとか聞くんで、あんまり気合い入れすぎずやってみようみたいな感じで、今は本当みんな軽い気持ちでやってるって聞くんで。しかもマッチングアプリもなんかめっちゃ種類あるらしくて、ガチで多分彼氏とかやったら軽い感じのがいいと思うんですけど、結婚願望で、結婚なんで、あのちゃんとした、なんやろ、お金払ったやつとかでなんか結婚したとはよく聞きますね。お互い多分会費とかちゃんとあって、ガチでお互いが結婚したいみたいな種類があるそうなんで、そういうのが一番手っ取り早いかもって思いますね。お互い結婚したいっていう人が会うんで、はい。生後10ヶ月の娘の寝かしつけに時間がかかる、やのにすぐ起きてくる、毎日がストレスわかる。めっちゃ時間かけて30分以上かけて寝かしつけたのに起きるときめっちゃ秒ですよね。寝かしつけってほんま、うわ、私今でも寝かしつけしないと寝ないんですけど、自分が夜にこれやりたいことがあって、でなんかこう焦ってるとやっぱなかなか寝てくれないっていうのがよくあるんで、もう諦めて、まあ結構今日もかかるやろ、期待したら結構長くかかるじゃないですか。もう早寝、今日は早く寝てくれんじゃんとか、昨日早かったから今日も早く寝てくれんじゃんってい もう期待捨てて、多めに予想してこれだけかかると思ったらいつも気楽にできるんですけど、言うても忙しいですもんね。終わってからもなんかやることあったりしますもんね。自分の時間欲しいし、私は結構1歳になるまで抱っこが確実だったんで、もう抱っこで寝かせてたんですけど、あとはポイントはなんかいらわないみたいな、ちょっと多分なんやろ、布団とかかけるじゃないですか。布団っていうか、なんかガーゼ、寒いかなとか思ってガーゼとかかけたら絶対起きるんですよ。だからもう一旦なんかちょっともういじらない、今も一緒なんですけど、一旦いじらない、なんか布団とかかけて、なんか寒いやろうなと思って寝てちょっとあってかけちゃうんですよ。ほんじゃ絶対起きるんですよ。なんかいらんことしてもうたみたいな、もうちょっとでも寝たらいらわないが一番ポイントかなって思うんですけど、あとはだんだん多分生後10ヶ月やったら多分寝るのが短くなってくるんですよ。1歳に向けてだん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 間隔狭くなってくるんで、それもあるのかなと思いながら、
だんだん短くなってきますよね。こう最初はねめっちゃ寝てくれるんですけど、だん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 成長したらもう睡眠時間が少なくなって、でもなんかまだ1歳前なんで、10ヶ月ってちょっとだんだん忘れてくるんですけど、1歳近くなってきたらもう結構体力使わせて寝させた方がいいなって思いました。なんかだんだん体力ついてくるんで、無駄に歩かせるのを頑張るみたいな、とか家の中でも1歳前ぐらいまではちょっと公園行ったらもう結構寝てたんで、疲れさすのが一番だと思います。今みたいにね、なんか 3,4 歳みたいに何時間も公園行かなくていいんで、多分30分公園で歩き回ったら結構疲れると思います。次が、夜中に目が覚めると次も同じような時間に目が覚める。夜中に目覚める時ってめっちゃ重なりますよね。私も確かに同じ時間に目覚めるかも。なんか4時に目覚める時があったら、なんか結構その時期に4時に目覚めたりとか、なんか目夜中パッて覚めて、あ絶対3時やと思って3時だったり、あれ何なんですかね。今は私暑くて目覚めるんですけど、確かに同じ時間に目覚めるかも。枕の方向変えたら結構寝やすいとかも言いますよね。スピードオーバーで寝る方向で変わるみたいな。北枕ってあかんって言われてるけど結構いいらしいですね。いい睡眠が取れるらしくて、私今南向きで寝てるんですけど、南向きは結構考え事とかアイディアが浮かびすぎて逆に落ち着かずに寝れなくなるみたいな。なんでちょっと私も最近方向変えて寝ようかなと思ってるんですけど、枕の方向変えて寝るのはどうでしょうか。姉妹でお互い家族ができてから親のことなどいろんな意見が合いません。喧嘩ばかり、どうしたらいいかな。わかる。私は全然なんか兄弟とそういう話っていうか、もう全然連絡自体はそこまで取らないというか、なんかお祝いとか送った時に ありがとうみたいなとか、お返ししたり ありがとうとか、また今度って会わないのがほとんどなんですけど、でもなんか周りというか、まあなんかわかる、この大人になってからの兄弟って、まあなんかいろんなパターンがあるじゃないですか。そのまま兄弟みたいに仲良くなる人と、あと年離れてたら本当に連絡取らなくなる人と、私はそのパターンなんですけど、本当に別に嫌わなんか仲悪いとかじゃなくて連絡を取らない。まあ昔から男女でそんな仲めっちゃいいわけでもなく悪いわけでもなく、どっちでもなく普通に大人になったので、そのまま別にそこまで何やろ、用事がない限り連絡取らないんですけど、あとはなんか大人になったら、なんか自分的にはまあいつも言ってるんですけど、親もそうなんですけど、もうやっぱなんか家族っていうよりはもう友達ぐらい気を使って生き合った方がいいのかなと思ったり、なんか家族やから兄弟やからとか言ったら、なんか気使わなくなる人いるじゃないですか。なんか なんやろ他人として付き合った方がうまくいくと思う。なんかこう気をね使わないんですよね、家族って。絶対こう甘えたり、なんか家族やからを言うようにして、なんか喧嘩ばかりになってしんどかったら、まあ、距離を置くのが一番いいんですけど、ちょっとなんかそれもなんかできないっていう状況やったら、こっちがだんだん気を使ってったらあっちも気使うと思うんですよね。自然にこうだんだん距離を、なんか合わないとかの距離じゃなくて、距離をこう人として家族じゃなくても友達っていい意味で距離感あるから、多分仲良く保てると思うんですよ、気使い合って。なんか親の時も多分同じこと言ってたんですけど、やっぱ人間気使わないとしんどいんですよ、家族でも。なんかもうお互い、しかも家族できてるし、それぞれの家族おるし、ちょっと他人と接する、他人って結構なんか気使うからいい距離感でおれるじゃないですか。もうそれと一緒で、もう家族っていう前にもう一人間なんでみたいな、お互い違う考えもそれぞれなんか違うしっていう、なんかやっぱ小さい時の考えの家族と、またもう全員が大人になった家族ってまた違うと思うんで、それぞれ家族もおるし、なので一回家族っていうのを取っ払って、もう気使う、こっちが気使ったら多分相手もだんだん気使うと思うんですよね。なのでこれ対策はもうこちらから結構分かる気の使い方をするみたいな、距離あるよ私たちみたいな、兄弟やけど、あ姉妹か、姉妹やけど気使ってるよっていうのをアピールと、あとは距離離れる、なんかもしかしたらご近所さんかもしれないんですけど、もう極力会わない、連絡なんやろ、本当になんかある正月集まりとかお盆集まり以外は連絡取らないみたいな感じで、はい、やっぱ距離が近いのと気を使わなかったら揉める、はい、なのでもう分かる、相手に分かるぐらい気使う、こっち気使ってますよ、なのであなたたちも気使ってねみたいな感じでどうでしょうか。姉妹やけど気使うよみたいな、なのであなたもお願いねみたいなスタンスを取っていくのはどうでしょうか。出産してシミが増えました。すずさんはシミなさそうだけどコンシーラーとかシミ対策知りたい。
全然シミっていうか、ね、看板結構なんかクリニックとか行ってシミできたんですけどみたいな、シミ取りたくてって言ったら、ね、看板って言われるんですよね大体。でも看板もほぼ見た目シミじゃないですか。なので自分はレーザーが一番良かったかなって感じですね。なんかシミって取ったら取った分増えるっていうけど、でも消したいじゃないですか。そのなんかフォトフェイシャルで頑張ってとか言われてフォトフェイシャルやってたんですけど消える気しなかったんで、もうシミなんか一気にもうレーザーで行きました。で多分まだすぐ出てくると思うんですけど、本当肝斑はみんな聞くのがやっぱ飲み薬をずっと定期的に飲むのが、シナールとトランサミンか、あとはなんかユベラだっけを本当に定期的に飲むのがいいって聞くんですけど、でもやっぱパッと取りたいじゃないですか。メイクのたび肝斑とかシミとか見たらテンション下がるんで、私はレーザー派ですね。もう気になるなんかデカさとかなんか量になったらもうレーザーで一気にいきます。もうまた出るって言われてもレーザーでいきます。あとコンシーラーは苦手で、なんかコンシーラーしたらそこだけ分厚くなるかも、塗り方下手くそなのかもしれないんですけど、コンシーラーの扱いがめっちゃ下手くそで、でもあとは肌はもう完璧を目指さないというか、ある程度妥協も必要みたいな、まあ肌のあらは見えてるんですけど、まあまあしゃあないかなみたいな、受け入れるみたいな、まあ小切れに見えたらいいかなっていう感じで生きてます。はい。でももうシミとか肝斑とか出てきたらコンシーラーっていうより もう一気にレーザーで、また出るって分かっててもレーザーでいきます。はい。そんな感じでちょっとお悩み乗ってみました。まあ、だんだん季節が暖かくなってきてちょっと肉が気になるんですけど、もうストレス発散も兼ねて筋トレマジでおすすめです。筋トレ私もちょっと頑張って続けようと思います。次またラジオ出す時にちょっと腹筋割れてきましたとか言いたいなって思います。ストレス溜まってる方はぜひぜひ筋トレ一緒に頑張りましょう。マジでメンタルヘルスにいいんですよ。しかも多分睡眠の質も良くなってる気がする。いいことだらけなので、夏までに水着までに頑張りましょう。今はただただ筋肉痛なんですよ。全身筋肉痛でも起き上がるの必死って感じなんですけど、次回ぐらいにはちょっといい感じになってきたみたいなのを言いたいなと思います。あとは続けたいなと思います。これをルーティンにしてマジでメンタル整えられるのでおすすめです。ストレス発散に。では皆さん今回も最後までご清聴いただきありがとうございました。今週もゆるく頑張りましょう。ではまたどこかの Vlog かラジオでお会いしましょう。ありがとうございました。